はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、先ほど5、6時間前ぐらいですかね、北九州の小倉ですね、小倉の方でなんか火事が起こったみたいな感じになって、で、ここのなんか小倉昭和館っていうとこですね。まあ、自分も学生の時住んでて、まあ、ここの映画館自体はもう本当にちょっと通ったことがあるとか、まあ、1回ぐらい映画を見に行ったか見に行ったかでないかっていうね。まあ、その頃はもうほら学生の時なんでお金もなかったんで、レンタルとかで見てたね、映画とか見てた感じがするんですけど、なんかここがなんか燃えちゃって、みたいなのをちょっとニュースを5、6時間前に見て、なんだろうな、なんかね、自分の中でもなんか岐路に立たされてる感じがするんですよね。まあ本当で言えばね、自分と別に関係はないっちゃ関係ないし、でも、なんだろうな、これで言うと、まあこういうね、まあ普通に多分お知らせとかしても、もう今日はもうホームページ更新どころじゃないと思うんですけど、ずっとこう、ね、映画館のスケジュールですよね、こんな感じで、スケジュールが決まっててって、まあいわゆる普通ですよ。普通の映画館、アダムスファミリーとか、こういろいろあったって、あ、ここで偶然と想像もあったんだ。めっちゃ面白かったですよね。だからそれこそこの偶然と想像とかも早稲田の松竹で見たりとか、なんだろうな、映画館ってやっぱり、なんだろうな、映画館が燃えるとか燃えないとかっていうのは、なんか想像以上になんか自分の中でショックな感じがして、まあ一応ほら自分もね、俳優を目指します的な感じでなんかお芝居とかもやったりはしてるし、まあそれはそれでってとこなんですけど、なんだろうな、そんなことどうでもいいやっていうぐらい、なんか映画館がそのなんかアナログな火で燃えてなくなっちゃうっていうのはなんかきついなと思って、だからまあ、クラファンとかね、そうやって復活とかも多分、まあ、そういう声も上がるとは思うんですけど、なんか先ほどね、なんか劇場のやつとかも、なんか動画とかでも見たのは見たんですけど、なんか東京では三茶のなんかね、映画館ってあったと思うんですよね。それこそ10年前ぐらいにあったと思うんですけど、そこもボロボロなんだけど、なんかその空間、がなくなるってなんか、なんかしんどいなと思って、で、例えばさ、もしね、クラファンとかでなんかってあったら、いや、それはお金入れるでしょってなるんだけど、お金を入れれば入れるほど、なんかちょっと虚しくなるってこともないけど、もうその建物はもうないからね。でも1階、2階って、活できるのかな。そういう意味ではなんかその小さな映画館でね、お金もなくて2本立てっていう、まあいわゆる名画座の感じなんですけど、なんだろう、自分が何もできないことのなんか悔しさってこともないけど、なんかそういうなんかね、ぼんやりした感じなんですよね。で、もちろんなんかそういうなんか自分が協力できることあればねっていうのもあるけど、なんかそういうなんかね、震災とかでもさ、もちろん大変なね、こととかあっただろうし、まあこの火災に関してもさ、映画館がなくなるなくならないよりも人一人がね、なくなる方がまあきついっちゃきついし、まずはほらみんな無事でっていうのが、まあもちろんそれはそうなんだけど、なんか火事って不思議っつうか、まあ、それこそ自分のリアルで言ったら、まあ、歌舞伎町のね、昔ね、ちょっとよ、何年ぐらい前かな、10年ぐらい前かな、自分も歌舞伎町で働いてた時ね、火事になって、なんか大変らしいぞって、もう、そこの中にいればね、もう本当にそれだけのことなんですよね。なんか大変だったらしいねとかさ、ね、その消防のなんとかのところになんか荷物が置いてあって逃げ遅れた人かとかさ、そういうのもあるのはあるんだけど、なんだろうな、もしかして、自分がそのまま小倉に住んでて、まあ、例えば映画とかもさ、いっぱい見てたらさ、まあそういうこともあるよね。で、もしかして住んだのかもしれないんだよね、自分の中では。だから逆に、
その小倉の昭和館自体にそんなに思い入れがないからこそなんか悲しいってあるんだなみたいな。うん、だからここのどこだっけな、ここにあれなんかこれじゃなかったかな、なんか別のやつとかでなんか切ないかなんかちょろっとなんかコメント残してた方いたんですよね。うん、なんかなんだろうな、まあでも自分が通りかかったことがあるぐらいだからこそ余計なんかちょうどいいぐらいの距離感で、うん、なんかまったりしちゃうのかな、そんな感じですよ。でここで何があったかな、これでもそれこそねこんな感じで上映再開っていうのがアップされたのが2020年の4月30ですよね。うん、で火災が発生してとかさ、そんなに年に何回も火事に遭うかって話だし、あここだここ切ないってね入れてる方いますけど、不思議だよな。でこっちの方で見た三石研さんとかね、うん、動いてる、何話してるのかこれ声消してるんでちょっと分かんないんですけど、なんか三石研さんとかもねこんな感じですよね。もともとなんだっけ小倉っつうかなんだろうな、まあ福岡の人なんでね自分も知ってるんですけど、うん、でそれこそなんかサインとかでもさ同じ福岡の人でリリー・フランキーさんであったりとか、こんな感じですよね。なんかこういうのがなくなるってめっちゃきついよね。うん、映画監督とか、まあだから映画館ね、そこでなんかいろんな、あ、まあこんな感じですよね。で結構急で、本当になんか昔で言えばなんか三茶、うん、東京で言えば三茶の映画館っぽい感じですよね。うん、これがなんか映写室らしいんですけど、うん、いやー復活できんのかな。外回りがこんな感じですね。あれここが出てくるのかな。そうそう、なんかね自分もなんかイメージ的にはなんかストリップ劇場となんかちょうど小倉の駅を降りて、あれ南口かな、南口で出て右の方にちょこちょこっと路地ですよね。だから学生の頃とかは意外といかがわしいからあんまり行かない土地なんですよね。うん、で自分も10年かなんかの前の時にそれこそ友達となんか待ち合わせしていったのかな、それかなんか卒業前に自分でブラブラしてたか、もういつ行ったかとかも覚えてないんですけどね。こんな感じだった。昭和14年ですもんね。映画館兼芝居小屋としてっていう。1839年ってどういうことだ。1900かな、これ間違ってんのかな。だって1839年ってどういうこと。1839-2022、これ183年だからまあさすがにこれはないよね、多分間違ってると思うんだけど1939だと思うんですけど、うん、まあそんな感じです。うん、今度もなんだろうな、ちょっと落ち着いたらってこともないけど、まあ今ちょっと暑いのは暑いけど、どうせ YouTube とかやってるんだったらなんか燃えたから見に行くっつうのもなんかちょっとしんどいのはしんどいんだけど、なんかちょっと見に行きたいなと思ってるんですよね。なんか新幹線とかに乗って、まあバタバタしてるしそれどころじゃないとは思うんだけどね。なんかほんと不思議だから、なんか新宿で言えばさ、なんかのんべい横丁かな、なんか知んないけどなんか昔からありますよね。あれもなんか一回燃えたとか燃えないとか言って、まあその後も見に行ったんですけど、それとは全然違いますよね。まあそんな感じです。何を話したいか全然よく分かんなかったけどな。でもなんかここが復活するためになんかできることがあるのかないのか、でもないような気もするし、
ということですね。まずはまあ、この辺の周辺のね、まあ、それこそ先ほどの市場とかの人とかも、まあ、なるべくね、まあ、無事であってほしいなと、まあ、死者ゼロ人っていうね、うん、まあ、それがまあ一番ですけどね、うん、まあ、一応そんな感じでちょっと今日はしんみり話してみました。花太郎でした。失礼します。